バタビア航空はインドネシアのジャカルタに本社のある航空会社である。中国、マレーシア及び国内の30の空港へ就航していた。ハブ空港はジャカルタのスカルノハッタ国際空港。2013年1月運航停止となった。バタビア航空は2002年1月設立されセンパティ航空から ウェットリースされたフォッカー F27 を使用し、ジャカルタからポンティアナックに定期航路を開設した。2007年3月、3ヶ月以内にトレーニングとメンテナンスを改善しない限り、インドネシアウニユーユは7つの航空会社を閉鎖すると発表した。賞は3段階に航空会社をランク付けした。その3番目に列記されたのがバタビア航空のほか アダム航空、ジャタユ航空、カルティカ航空、マヌンガルエアーサービス、トランシスサータプリマーアビエーション、トライ MG イントラアジアエアラインズである。その後、2008年2月、改善が見られたとし、安全度調査のカテゴリー I に引き上げられる。2012年7月、マレーシアの格安航空最大手、エアアジアから発行済み株式の49%に、 相当する出資を受けるとともに、その現地法人インドネシアやアジアの設立にあたって合弁相手となった地元複合企業が残りの全株式を取得すると報道された。エアアジアグループとしては、初の既存航空会社に対する M&A 案件で全株式の取得が完了すれば、ボーイング社製機材は退役。 さらに将来インドネシアやアジアと統合されることも視野に入る可能性があったが2012年10月エアアジアは企業風土が違うとして買収の中止を発表する。買収提案の中で出されたエアアジアグループと当社の協力関係を確立することが当面の優先課題となった。バタビア航空ボーイング737-200続ジ,ジャカルタにて バタビア航空ボーイング737-300、ハンナディム空港にて、機材は、以下の航空機で構成される。ただし、エアージアグループ入りするため、エアバス以外のメーカーが製造した機材は、今後数年以内に退役することになる。ありがとうございます。